北間隆一郎です。今回はですね、週刊チャートブック冷やし集最新号の関東コラム、私が担当しましたということでお話しさせていただきます。これでございますね、週刊チャートブックですね、冷やし集です。東証一部のですね、上場銘柄の冷やしが全部載せます。でこの関東コラムってあるわけですけども、まあ、私がですね、杉村先生とね交代で、執筆しておりますが、今週は私の番でございました。そうですね、タイトルがですね、頼るは再起力の高い銘柄ということでですね、頼るは再起力の高い銘柄、まあ当たり前って当たり前ですけどね、この今話してお話してる段階ではですね、時市は非常に厳しい状態にあるわけですね。もう下げっぱなしという感じですね。高値から 10% 下げましたですね。9月の高値からですけどね。ですから、まあ厳しすぎるというような状況でですね、下げ止まらないということなんですけども、そういう状況だからこそですね、まあ、頼りになる銘柄っていうのをね探してですね、まあ、それに投資するというふうにせざるを得ませんですよね。そういう銘柄は果たしてあるのかということですけどね、まあございますよね。だから私はですね、まあ、分かりやすいようにですね、侍七人の侍銘柄を探そうと提案してるんですね。まあそうですね、七人までいかなくても4人でもいいですけど、まあ七人の侍って言った方がですね分かりやすいですよね。馴染みがありますよね。ですから、そうですね、七人の侍銘柄をですね、まあ、探しましょうということでですね、これが役に立ちますね。そしてですね、ちょっとねもう一つね、お知らせといいますかね、紹介したいのはですね、これね当たり前なんですけどね、日経平均株価冷やしのこのチャートがこう載っておりますよね。ここにですね、これはまあボリンジャーバンドが載ってるんですけども、ここにねストキャストというね、指標が載ってるんですよね。そうしますとね、これはねスローとファーストってあるんですけどね、この数字がですね、そうですね、今はもうね 6% 台ですよね。 10% を切っておりますけど、これ非常に重要ですね。東京市場がね底根県にあるということを意味しておりますね。まあ、実際こうちょっと見にくいかもしれませんがね、底根県にありますよね。ですから、ここからですね、まあ浮上していくことが、自分考えられるところでは、ございますよね。こういうことがですね、まあ、これを見ますとですね参考になると思いますね。以上、北間のカブリッジ放送局でした。